中国軍あおり飛行と、実は中東がヤバい、危険レベル急上昇の米中衝突、緊迫の異常事態。米中は対話に転じたが、中国の王毅共産党政治局員兼外相は訪米し、10月27日にブリンケン米国務長官らと会談した、11月中旬に米サンフランシスコで開かれる APEC 首脳会議に合わせた。 バイデン大統領と習近平国家主席の会談実現のための地ならしが目的だ。実現すれば、両首脳の対面での会談は約1年ぶりとなる。米中交換はこのところ、対話に前向きになっている。外交関係者や財務当局者、通商担当者の間では、従来の米中戦略対話とほぼ同等の形式で、ハイレベル会議が相次いでいる。だが、今後、雪解けムードになる可能性は低いと言わざるを得ない。むしろ 筆者は衝突が激しくなるイスラエルとパレスチナの情勢から、中東地域で米中衝突の危険が高まっていると身構えている。まずは、米中関係の悩みの種である中国の軍事力へのアメリカの警戒感から見ていこう。中国が保有する想定外の核弾頭、国内に喫緊の課題を抱えている米中両国は、目先の対立激化は代償が高いから避けたいとの思惑のみで利害が一致しているに過ぎないからだ。 米中両国にとって悩みの種は軍事分野だ。米国防総省は、10月19日に公表した中国の軍事力に関する年次報告書で、中国の核弾頭保有数に関し、想定を上回るスピードだと危機感をあらわにした。具体的には、中国の核弾頭保有数は今年5月時点で500発を超え、2030年までの保有数は1000発以上になるとの見立てだ。報告書ではさらに 中国軍は昨年から対話を拒み続けていると指摘した上で、一段と威圧的でリスクを伴う中国軍の作戦行動は、危機や紛争に発展する事故や誤解の可能性を高めると非難した。やめてほしい、煽り飛行、米国防総省は10月17日、昨年1月以降の約2年間に、中国軍機が東シナ海と南シナ海上空の国際空域で危険な飛行を行った。 15件の事例を撮影した映像を公開していた映像からは中国軍機の煽り飛行がいかに危険なものかが見て取れる。これに対し中国外務省は10月20日、偏見に満ちており、事実が歪曲されていると猛反発した。中国の戦闘機の危険飛行についても、米国側がトラブルや挑発を引き起こしたと真っ向から反論した。米中の対立は、今や、いつ発火しても決して不思議ではない状況まで深まっている。 それがもし、激しくなるイスラエルとパレスチナの衝突の最中に、中東地域で起こるとなれば、事態はさらに深刻となるだろう。後編記事、習近平、制御不能、緊迫の中東情勢で高まる米中衝突の可能性と、現実味を帯びる米政治学者、7年前の予言、そのやばすぎる中身では、一寸先はやみっとさえ言われる、中東での米中衝突の危険性について、 詳ししく解説していこう黒海の日、ウクライナ軍、水上攻撃ドローンは海上での戦争の歴史の新たな章の幕開け。10月31日は黒海の日、インターナショナルブラックシーデイである、2022年2月にロシア軍がウクライナに侵攻してから黒海もロシア軍とウクライナ軍の戦場の一つになっている、ウクライナのメディアのユナイテッド24は黒海の日にちなんで、 国会でウクライナ軍軍がロシシアををを攻撃するる様子を伝えるショート動画を制作して公開ウクライナの副首相やウクライナ軍の公式 SNS でも拡散されていたミハイロ・フェドロフ副首相は水上ドローンナバルドローンは黒海のロシア軍を撃退するためにウクライナで開発されたユニークな技術を持つ兵器です今までも多くのニュースで見てきたと思います世界初の水上ドローンフリート・オブ・シードローンは クラウドファンンディングの資金集めから始まりまりしたと紹介ウクライナ軍の公式 SNS ではウクライナ軍は会場での戦争の歴史に新たなショーを開きましたとコメントしていた1機3750万円の水上攻撃ドローンでロシア軍の艦隊などを攻撃ウクライナ政府では国海にあるロシア軍の艦隊からのミサイルに対抗する水上攻撃ドローン ナバルフリート・オブ・ドローンの開発のためのクラウドファンディングでの資金提供を世界中に呼びかけていた。2022年11月には、ゼレンスキー大統領はウクライナ軍は100機の水上攻撃ドローンが必要と伝えていた。ウクライナ軍は2022年9月と10月にも水上攻撃ドローンを使用していた。ゼレンスキー大統領は、ウクライナ軍は我々の海、平和な町をロシアの艦隊から発射されるミサイルから守らないといけない。 世界中への穀物輸出にとっても重要ですとロシアとウクライナで多くの人に使用されている SNS テレグラムで語っていた2023年2月からは水上攻撃ドローンの開発の費用に充てるためにウクライナ政府として初の NFT アートの販売を行っている目標として4機の水上攻撃ドローンを開発するために4000万フリブニャを集めようとしている UA CAT ディビジョン ウクライナ軍のキャット部隊という愛称の猫の絵柄は1万種類以上あり、ウクライナ軍の制服などを着ている、現在でも水上攻撃ドローンの支援金募集は行っているウクライナ軍では、水上攻撃ドローンでロシア軍の艦隊や軍港などに攻撃を行ってきた、2023年8月にも、ウクライナ軍が国海沿岸でロシア軍の艦船に水上攻撃ドローンで攻撃を行って、ダメージを与えていたと報じられていた。 水上攻撃ドローンに搭載されたカメラで標的に突っ込んでいく動画も公開していたロシア国防省は艦船が砲撃をして撃退したとコメントしていた他にもウクライナ南部クリミア半島とロシア本土の間のケルチ海峡でウクライナ軍の水上攻撃ドローンがロシアのタンカーを攻撃していたと報じられていたドローンは空中からの監視偵察や攻撃が多いが水中で敵軍の艦船の監視や攻撃を行う水中ドローンや 水上ドローンも戦場ででは重要である水上攻撃ドローンは標的の艦隊や艦船をめがけて突っ込んでいき爆破させるいわゆる水上神風ドローンであるウクライナ政府によると1機の水上攻撃ドローン開発につき25万ドル約3750万円かかる空を飛ぶドローンは民生品の安価なドローンで偵察や監視さらに爆弾をつけてロシア軍に投下して 殺傷したり戦車を破壊したりすることもできる空を飛ぶドローンに比べると水上攻撃ドローンはかなり高価である水上攻撃ドローンは敵軍の艦隊や海軍の基地を攻撃して爆破すると基本的に再利用はできないだが破壊力は大きい上空のドローンから爆弾を投下したりドローンごと突っ込んでいき爆発させる標的は戦車や軍事施設塹壕のロシア兵など様々だが水上攻撃ドローンの標的は 艦隊や海軍の基地などでで標的も大型である。そのため破壊力のある水上神風ドローンが必要であるまた上空のドローンと比較すると深夜の暗闇の水中では迎撃されにくいウクライナ製の水上攻撃ドローンマグラ v 5はトルコのイスタンブールで開催されていた国際防衛展示会2023でも展示されていたウクライナ軍クリミア半島のロシア軍防空施設攻撃に成功 長射程兵器を使用かウクライナ軍は30日、ロシアが一方的に併合した南部クリミア半島にあるロシア軍の防空施設に対する攻撃に成功したと発表した、損害の程度などは明らかにしていない、露国防省は、クリミアに向けて発射されたウクライナ軍の長距離巡航ミサイル、ストームシャドウ8発,発を迎撃したと主張しており、ウクライナ軍は長射程兵器を使ったと見られる。 ウクライナ軍が重視する南部ザポリージャ州一帯での反転攻勢は、戦車や歩兵部隊の前進が停滞している、ウクライナ軍は後方のロ軍重要施設に打撃を与え、ロ軍の反撃能力低下を図っている模様だ。ロ国営メディアによると、路情報機関、連邦保安局、FSB は30日、クリミアにある施設の位置情報をウクライナ側に伝えていたとして、 ロシア人のの男を反逆罪の疑いで拘束ししたたと発表した一方、ロイター通信によると、ウクライナ軍高官は東部ドネツク州の要衝バフムト周辺で、ロ軍が大幅に兵力を増強し、防衛から攻撃に切り替えたと SNS で明らかにした。ロ軍はウクライナが反転攻勢で掌握した集落を奪還するため、攻勢を強めているとみられる。